2022年度もついに折り返し、化学メーカー各社の上期決算が出揃い始めましたね。本動画では、化学メーカーの業績を分野別に解説し、また下期の見通しも紹介したいと思います。世界的な景気後退が鮮明となる中、皆様の気になる企業の業績は、どうなっているでしょうか。まず、総合化学メーカーの決算を紹介します。いろいろな定義がありますが、総合化学メーカーは川上の原料から、川中の誘導品まで手広く手掛けている点を特徴としており、川上工程からの一貫製造や、規模の経済が強みで、各社事業を多角的に展開しています。こちらが総合化学メーカー5社の2022年度上期決算です。各社売上高では前年比10から 30% 近い増収、過去最高を記録する企業も多いのですが、営業利益では 20% 前後の減益と、5社が揃いも揃って増収減益を記録しています。各社が増収減益となった要因はいくつかありますが、原燃料価格の高止まりや、急速な円安が大きく関係しています。ロシア情勢の悪化に伴う急騰はピークアウトしたものの、急速な円安により、ナフサ価格の下げ幅は抑えられたほか、供給不安から石炭や液化天然ガスといったエネルギー資源も依然として高値に張り付いています。こうした情勢を受けて各社製品値上げを進めたことや、円安効果により売上高は大幅に増えたのですが、それを上回る勢いで原燃料高が進行し、製造コストが増加したため、利益を圧迫しているのです。例えば東総の主力事業である塩ビをはじめとしたクロルアルカリ事業では自家火力発電に用いる石炭が高騰、塩ビ市況下落も重なり、クロアリ事業の営業利益は前年度比 99.5% 減の1億円と大幅減益となっているのです。こうした原燃料の高騰に加えて世界経済の失速も追い打ちをかけています。物価高騰に起因した消費の下押しやインフレ抑制を図った米国の利上げによる投資抑制などで世界経済の低迷は鮮明となり、中国でも継続するゼロコロナ政策や不動産業の低迷により景気は足踏み状態、低迷は長引く観測が多いようです。こうした世界情勢を受け、国内ナフサクラッカーの稼働率は高不況の境である 90% を3ヶ月連続で割り込むなど、サプライチェーンの川上に位置する石油化学産業は景気動向の変動を如実に受けているのです。他にも三菱ケミカルが世界シェア主位である MMA や三井化学の得意とするビスフェノール A も市況が低迷しており、こうした基礎化学製品の交易条件悪化が足かせとなり、営業利益は減益に拍車をかける結果となりました。なお他、大手化学メーカーについても決算を見てみますと、昭和電工や電化、徳山なども 20% 程度の減益、やはり市況悪化で基礎化学品を中心にリザヤが縮小しており、特に UBE はセメント事業の移管やアンモニア工場の定期修理の影響が大きく、大幅な減収減益となっているのです。一方で、このような向かい風の中においても、増益を記録した企業も存在し、新越化学や AGC、三菱ガス化学、日本触媒に積水化学工業は前年比で増収増益を達成しています。特に新越化学は営業利益が前年比8割増、営業利益率 38% という規格外の数値を叩き出していますが、これは上期好調であった塩ビ樹脂やシリコンウェハーによるところが大きくなっています。同じ塩ビでも、アジアが中心の東総や徳山、AGC は市況の下落で大幅減益を余儀なくされましたが、新越が主戦場とする米国は、住宅着工件数が以前高水準で、塩ビ市況もアジアの2倍程度を維持しているようです。なお同じく増益であった三菱ガス化学は、基礎化学品では減益も、POM の好調を受けた機能化学品が利益を牽引、AGC も原料高で苦戦するガラスと、好調なライフサイエンスで事業ごとに明暗が分かれる形となっています。また、日本触媒は為替の影響などによるスプレッドの拡大、積水化学も円安などが追い風となり、増収増益を記録しており、中には通期予想を上方修正している企業もあり、これは後ほど解説したいと思います。続いて川中化学メーカーを見てみましょう。基礎化学品から手掛ける総合化学メーカーに対し、川中化学メーカーは誘導品を中心に手掛け、規模では総合化学に劣るものの、各社高い技術力を活かした高機能製品を軸に事業展開を進めています。まず金化、ダイセル、日本ゼオン、JSR の上期決算がこちらです。各社売上高は製品値上げなどで2割近い増収なのですが、営業利益は5から20% ほど減少しており、比較的景気変動に強いと思われたこれら川中企業も増収減益となっているのです。これにはスマホや PC といった最終製品での需要なんかに起因したディスプレイ市場の停滞が要因として挙げられます。コロナ禍における巣ごもり需要が一服し、IT 機器特需も一巡、世界経済の減速も受けて消費マインドが冷え込んでおり、その結果スマートフォンやパソコンといった最終製品で売れ行きが鈍化しているのです。
実際に中国メーカーではテレビ用大型品を中心に液晶パネルを大幅減産しており、ダイセルの酢酸セルロース、日本ゼオンの光学フィルム、カネカの E&I 事業が影響を大きく受けたとみられます。なお JSR はヘルスケア事業の新工場立ち上げに伴う費用の増加などが寄与し、大幅減益となっているようです。液晶材料が不調な一方で、同じ電子材料でも半導体材料、また農薬、ヘルスケア関係は堅調を維持したようで、半導体用フォトレジストが好調に推移した東京大華、農薬、動物用医薬原薬が大幅拡大した日産化学、ドラッグデリバリーシステム原料の出荷が増加した日油は、なんと増収増益となっています。またアデカも、食品やディスプレイ材料は減益だったものの、半導体材料は好調に推移したようですが、足元では半導体材料も民生向けに需要が弱まっているようで、注視していく必要がありますね。さて、続いては繊維業界です。繊維は石油を原料とする合成繊維が主流で、衣類だけでなく、自動車材料や医療など幅広く用いられていますが、汎用品については安価な海外税に押されているため、各社炭素繊維など、高付加価値製品へシフトしています。こちらが繊維メーカーの上期決算です。帝人と東洋坊は営業利益で 50% 以上の大幅減益となっており、対して東レは一見すると増収増益なのですが、ハンガリー子会社の株式譲渡益を除いた事業利益では減益と、繊維業界も今期は苦戦していることが伺えます。各社原燃料の高騰や中国のロックダウン、自動車生産回復の遅れを色濃く受けており、帝人は収益改善のため、事業撤退の前倒しなど、事業戦略の大幅見直しを公表していますね。続いて、製薬メーカー決算も見てみましょう。こちらは増益と減益が入り乱れる形となっていますが、マクロ経済の影響を受けたわけではなく、武田薬品は昨年の子会社売却益の反動、エーザイはアメリカ BMS との契約一時金の影響が大きく減益となっています。中身を見ると、各社主力製品や新製品が堅調に推移しているようで、海外治験費用がかさむことを懸念する声はあるものの、各社増益基調を維持しているようで、景気変動に耐性のある製薬業界の強さが垣間見えます。では同じくディフェンシブ性が高いと言われるトイレタリーメーカー、また化粧品メーカーはどうでしょうか。トイレタリー種への花王、ユニチャームに化粧品トップの資生堂の決算がこちらで、各社増収減益で、利益面ではユニチャーム以外苦戦している状況となります。トイレタリー企業は生活必需品を扱うだけに、不況下においても底堅い需要が見込めるのですが、対してトイレタリーメーカーのお客さんは、値上げに敏感な一般消費者であるため、簡単に値上げをすることができず、原料高の局面では価格転嫁に遅れが生じ、収益を圧迫してしまうのです。さて、ここまでの決算を総括すると、ロシア情勢などを受けて高止まりする原燃料価格を背景に、製品値上げや円安効果により、各社大幅増収となるも、コスト上昇に製品値上げが追いつかず、世界経済の低迷も相まって、利益面では苦戦していますね。加えて自動車生産回復の遅れや、スマホなどの最終製品で需要なんかが見られるなど、好況であった2021年とは一変して、2022年度は時代の潮目に差し掛かっていると見られます。では下期の見通しはどのようになっているのでしょうか。こちらは化学メーカー利益項目の通期見通しから考察していきましょう。上期業績を受けて通期予想を上方修正、据え置き、下方修正した企業を分類したものがこちらで、上方修正した企業が7社、据え置いた企業は10社に対して、15社が通期予想を下方修正しています。それだけ下期も化学メーカーにとって厳しい経営環境が予想されることを示唆しており、特に総合化学メーカーは、子会社売却益のある三井化学を除き、利益予想を下方修正しています。サプライチェーンの川上に位置する石油化学は、特に景気変動の影響を受けやすいため、世界経済の停滞や、原燃料高が長引けば、来年以降も大きな向かい風に直面する恐れがあります。また高付加価値な機能性材料を得意とする中堅化学メーカーは明暗が分かれる結果となっており、これまで利益を牽引した液晶材料に続き、民生向け半導体材料も需要が弱まるなど、予断を許さない状況です。逆に想定よりも上振れている企業としては、現状主力に事業が好調を維持する新越化学、農薬やライフサイエンス事業が堅調な日産化学や日油、為替差益の恩恵を受けるダイセルや、原料価格下落によりスプレッドが拡大する日本触媒、加えて成長製品や主力製品が利益を牽引する製薬2社が挙げられますね。このように不況下でも安定して稼ぐヘルスケア材料や、今後も堅調な先端向け半導体材料が収益源になると予想され、遅れている自動車の生産回復が進めば、自動車材料も今後の稼ぎ頭になるかもしれませんね。以上が化学業界の上期決算でした。
科学業界はかねてより景気に敏感な性質がありましたが、世界的な景気停滞が鮮明となったことで、外部要因に動じない強靭な収益体質の構築が求められるようになると推測されます。先行き不透明な情勢を乗り切るためにも、各社の経営戦略には今後も目が離せませんね。これからも科学業界の動向を解説する予定ですので、いいねやチャンネル登録で応援していただけると励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。